シーズンのソフトバンク12球団ナンバー1の部門がこちら。チーム勝利91、チーム勝率650、チーム貯金42、チーム得点607、チーム得失点差217、チーム打率259、チーム本塁打114、チーム打点584、チーム長打数387、チーム塁打数1890、チーム出塁率327、チーム長打率394、チーム OPS 721、チーム初球打率370、チーム満塁打率325、チーム得点圏 OPS 753、チーム対右打率265、チーム対右 OPS 7492、チーム対左 OPS 690、チーム ISO 137、チーム WHIP 1.05、チーム奪三振1104、チーム奪三振率 7.71、チーム K 21.3、チーム K BB 14.2、チーム被打率215、チーム被出塁率278、チーム被長打率314、チーム被 OPS 592、チーム先発勝利数64、チーム救援勝利数27、チーム先発被打率213、チーム救援被打率207、チーム先発 KBB 3.24、チーム先発 WHIP 1.01、チーム救援 K 23.8、チーム救援 KBB 14.8、チーム救援奪三振率 8.82、チーム QS 数90、チーム QS 率 62.9%、 チーム平均球速 148.6 キロ、チーム失策53、チーム守備率990、チーム本拠地勝率700、チーム敵地勝率600、チームナイター勝率670、チーム延長戦勝率700、チーム先制時勝率805、チーム元先制時勝率396、チームカード勝ち越し35、チームカード負け越し12、チーム2桁安打試合数53、チーム2桁得点試合数11、チーム元完封試合数11、チーム総合指標、守備指標。打撃投手守備が12球団1位だもんな。そりゃ強いわ。CS はフルメンツだし、打撃陣の調子も良かったし、間全体に近かったよな。伊藤も調子悪くないのにボコられたし、これが実力の差か。もう日本シリーズやらなくていいわ。ソフトバンク暴力ってやつかな。本当に打線はすごかった。これにレイエスとライデルが加入か。スケットのセカンドのやついいよな。久しぶりに野手で当たりビータは、打つのはもちろん守る方もかなり鉄壁だった印象だわ。近藤山川がすごいのはもちろんだけど、生え抜きだけでもかなり強いと思うよ。中継ぎも先発もいいし、本当に隙がないチームだよな。怪我だけ怖いくらいで、実力だと何の心配もいらない。中継ぎもみんな155キロくらい出るし、次元が違うわ。なんでこんな強いん。投手陣がこんないいなんて知らんわ。去年の死球で自滅していたチームはどこに行ったんだ。国母こそ一番の名将だよ。5番近藤が全てを良くしてくれたんだ。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。